ディコロドリゲスは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、ニューヨーク州ニューヨーク出身、アメリカンファイトクラブ所属、ブラジリアン柔術黒帯、元 UFC 世界ヘビー級王者、ヒーガン・マチャドに支持し、ブラジリアン柔術を学んだ。1998年3月、第1回アブダビコンバット 99kg 以上級決勝で、ショーン・アルバレスを破り、優勝を果たした。 1999年2月、第2回アブダビコンバット 99kg 以上級2回戦で、アントニオ・ホドリゴのゲイラに、膝十字固めで一本勝ちするが、その後昭和ン・アルバレスに敗れ、入場を逃す。無差別級では準決勝で、桜井・マッハ即人と対戦し、ヒールホールドで一本負けを喫した。2000年3月、 第3回アブダビコンバット 99kg 以上級決勝でマークケアに敗れ準優勝に終わる。無差別級では2回戦でショーン・アルバレスに一本負けを喫した。2001年4月第4回アブダビコンバット 99kg 以上級に参戦。1回戦で谷津義明に飛びつきでひしぎ十字固めで一本勝ちし、2回戦も勝ち抜くも準々決勝で マーク・ロビンソンに敗れ、4位に終わる。無差別級では1回戦で、アレッシャンドリ・カカレコにポイント勝ちするものの、2回戦で、ビクトー・オベル・ホートに、ポイント負け。2002年9月27日、UFC39 の世界ヘビー級王座決定戦で、ランディク・ウトアと対戦。最終5ラウンドに、パウンドで、ギブアップ勝ちを収め王座獲得に成功した。 2003年2月28日、UFC41 の世界ヘビー級王座防衛戦でティム・シルビアと対戦し、パウンドによる TKO 負けを喫し王座陥落した。2003年8月10日、プライドグランプリ2003開幕戦でアントニオ・ホドリゴ・ノゲーラと対戦し、0から3の判定負け。この試合はポジション重視の UFC と一本、こう狙う。 死生重視のプライドの判定基準の相違について、物議を醸した。2005年5月、アブダビコンバット 99kg 以上級に出場。1回戦で、ハイムガザリに計算固めで1本勝ちを奪うも、2回戦で、ガブリエル・ゴンザーガに、判定負け。無差別級では1回戦で、マルセロ・ガッシアにヒールホールドで1本負け。2005年8月18日、 WEC 世界スーパーヘビー級タイトルマッチでロン・ウォーターマンと対戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2007年8月、ミルコ・クロコップのチームクロコップに寝技のスパーリングパートナーとして参加する予定であったが、クロアチア入りする直前になって参加をキャンセルした。2008年2月16日、イライティクスクでアントニオ・シューバと対戦し、 判定負け、ありがとうございます。